はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。最近、痰が絡むので、年取ってですね、昨日、とある方から、龍角散、もらっちゃいました。今の龍角散は、ちっこいスプーンで、すくって飲むんじゃなくて、小分けパックになってるみたいであります。ちょっとだったら、使ってみようかな。龍角散いただきまして、ありがとうございました。財務省の副衛術人形、岸田総理、防衛費5年間で43兆円、不足分の1兆円ばかし、増税したいな。なんて、言っちゃいましてね。この人はね、総理のワクチン打ってください皆さんって、YouTube の広告やってんですけれども、なんか路列も上がってないですね。どうしたんだろうね。身体ともにもう限界なんでしょうかね、岸田総理ね。とっとと辞任してくれたら、日本国民が救われるんですけど、自民党会合で、特に安倍派が強く反対、怒号を飛び交う。西田昌司政調会長代理。財源的には国債でいいんです。全く問題ないわけ。柴山雅彦衆院議員。増税ありきで、無理やり決めていこうというふうにしか思えない。などと、強く批判しておりました。ネットの反応です。増税反対は安倍派しかおらんのか。自民内に積極財政派が100人規模いて、増税は通らないって前から言われてたけど、そっか、プライマリーバランスガーって財務省、国債発行額を抑制しなければーとか、財務省、増税派、じゃない考えの人が、100人ぐらい、安倍派が93人ですから、それプラスアルファってことなんでしょうかね。この物価高で増税したら、選挙大敗。そうだわな。いらない予算回して、やりくりしろよって、普通思うよな。経済立て直してから増税しろよ。脳なし。などなど、散々でありました。5年間で43兆円を予定、防衛費。不足分が1兆円。ってことは、42兆円は確保できてんじゃん。もうちょっとなんとかなんねえの。安易に増税せずに、ほが削ればいいだろう、他をさ。例えば、外国人生活保護であるとか、出産一時金42万円の外国人給付停止であるとか、外国人が日本で出産する場合は、実費で払えよ。出産の代金ね。そんでは、踏み倒されて、産婦人科がかわいそうだっていうことなんでしょうけれども、日本がね、外国人にとって、子供を産みやすい、子育てしやすい国になったら、どん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 切っちまうでしょうよ。他からさ、約13万人いる留学生に380万円年の給付停止。これにも1500億円ぐらい払って使ってるみたいですね。ばらまくだけで感謝されない海外支援を削減。コラボのような怪しげな団体に流れている男女共同参画費用10兆円の見直しと、いらねえな、これ、いうのは削る。これで1兆円ぐらい楽々と削れんじゃねえの？増税しなくてさ、いよいよ有事となって 2% よりも防衛予算増やす必要が、仮にね、年間15兆円、ないと、国防できない。とかいう事態になってね、国防債発行なら、私は買いますわ。現在の銀行預金利子はなんと 0.002%、年。久しぶりに調べたんですけど、目を疑いました。なんとなく0.02% ぐらいかな、思ってたんですけれども、さらに10分の1になってたみたい。私が甘かった。兵は国の大事。安全保障は、すべてに優先するっていうのは、前から言ってることなんですけれども、左翼にはわかんないですけどね、知能に問題ありますから、ありていに言えば、左翼はバカなんで、理解しないですけど、国家っての生命、安全、自由、財産、経済、教育、福祉、文化、その他もろもろであることは、国家を失ったチベットやウイグルが、どうなったか見れば一目瞭然でしょう。すべてに優先する。シーカズオなんかもね、防衛より福祉をとかギャーギャー言ってますけど、福祉より身の安全の担保の方が詐欺でしょって。命が守られる。
安全安心安全だ、突然ドヤドヤ踏み込んできた連中に連れてかれたい、理由もなく、っていうのが担保されなきゃ福祉どこじゃねえんだよね。防衛最優先でないバカパイだと思うの言ってることって、ハイハイしてる赤ちゃんにね、いきなり立って走り出せって言ってるようなもんでして、順番が違うんだよね。まあ土台なしで家建てるようなもんですよ。優先すべきものがあんだろ、全裸におしゃれコートの変態さんみたいな、おかしいぞそれって言うですね、外見ばっかりかっこよくて、中は全裸みたいな、おかしいだろそれ、まあ左翼のつぶやきとか見てると、まあ、こんな風に思うんですけれども、私なんかはね、増税反対、今でさえ実質税負担率 48.1% の超重税国家なんですからね。私が20代でやった30年前は約 36%、ちょうど 10% の消費税分ぐらい上がっちゃってんですわ。公に座れて働けど働けど我が暮らし、これじゃあ若い人が将来に希望持てませんよ。手段問わず30年前の水準に戻すべき、つまり3分の1ぐらい、五公五民だから今ね、まずはコラボ退治からですかね、税金に寄生している怪しげな連中排除からですかね、増税反対派の安倍派93人には頑張ってもらいたいですね、岸田派はバカで情弱で官僚情報しか持ってないからまあ無理なんですよね、その岸田派ナンバー2で中国ハニーに5万円の海亀外務大臣、まあ林ですけどね、海亀、ますます最近人相悪くなってきたな、あの人な、防衛費倍増を横目に見て羨ましかったのか、10年で ODA 倍増をどさくさ紛れに言い出して非難合合でありました。ネットの反応です。嫌です。半減すべきの間違いだろ。まず日本人助ける。日本人置き去りで何言ってんだ。当分選挙がないからといって調子乗ってんのか。情けは人のためならずは日本でしか通用せんぞ。その通り。恩を施されるとかえって恨むような連中いますかんね。すごく近所にね。外務省は日本人の敵。いくらばらまいても日本の得になったことは一度もねえだろ。キックバック美味しいですと。5年後までに防衛費 GDP2% を達成して資格を得て NATO に参加するぞ。NATO は自分とこの防衛費ケチってるようなやつは入れてもらえないですね、実は。安保のただ乗り。自分で努力もしてねえのに参加資格がないということで、まあ倍増ぐらいで他並み、他の普通の国並みってことなんですけれども、5年後までに、って、関連した動きみたいであります。日本以外の G7、米英仏独イカカナダね、GDP の 0.7% ぐらいは海外援助しないと先進国とは言えないよねーっていう、なんか暗黙の、暗黙でないかもしれないけどルールがあるんだって、ということで日本はまだまだ足りないらしい、NATO に加盟する以上にですね、ここも海外援助の、規模も足並み揃えないという見えですね。ですけれどもポーランドみたいな貧乏国家、海外を援助するどころか海外からの援助してもらってるような国も NATO に参加できてんだから、いらん見えは張らなくていいよ、もう。別にルールとか決まりとかあるわけでないでしょ。外国人生活保護や共同参画削って減税しながら達成ならばいいですけどね。ODA 倍っつったってね。米英と、同じぐらいにしますって言うならいいけどね。ウミガメが言い出してるから気に食わない。誰が言ったかが問題。海外援助、ODA のシステムなんですけれども、税金を途上国開発に使う、その開発は日本企業が請け負う、会社と社員は仕事できた、議員と官僚に、キックバック途上国の治水工事やったり橋かけでやったりは全部これなんですけれども、まあ、先進国の手前ね、見え張らなくちゃいけない。 GDP の 0.7% は海外援助しなくちゃいけないで、仕方ないんだったら
徹底的に日本企業に戻ってくるようにしろよな、あれとこれ、あとこれのために増税すんなよな、あとウミガメはきちんとですね、先進国名乗るため必要なんです、NATO に入るため必要なんですって納税者に説明しろよ。わかりにくいよ。なんかね、政府与党の説明が、かえってわかりにくくしてんのかな、こいつら、いうような説明結構ありますよね。共産党は暴力革命を目指す派閥法適用対象の公安端子対象です。いう説明だとなんだかわかんねえから、こいつら革命成功されちゃうと、みんな殺されちゃう。みんな奪われちゃって、大変だから見張ってんです。言ってくれりゃわかりやすいんですよね。7月当選以降、一度も国会に出ていないガーシーに冬のボーナス314万円支給だそうであります。斉藤義孝立民参院国対委員長、このまま欠席を続けるなら懲罰委員会の検討などを含めた段階に進んでいくだろうと、話しておりました。ネットの反応です。俺の年収かよ、羨ましいわ。民間企業だったらクビだわな。どうなってるんだ世の中。国会議員らしい仕事してないよな。こいつに投票した奴らが責任を取れ。学生は欠席すると卒業できない。国会の妨害やってる奴らとどっちがマシかと聞かれたら微妙。まあ、来ねえだけ、マイナスじゃない、ゼロな分だけ、マシかっていうことなんでしょうかね。参院懲罰委員会は、実は常設委員会で、すでに存在してました。豊島区は常設委員会じゃなくて、特別委員会、懲罰特別委員会つって、新たに作られました。メンバーは次の通り。委員長、鈴木宗男。委員、世耕さん、関口さん、野上さん、牧野さん、船橋さん、公明横山、立民水岡、民民船山、共産井上の合計10人だそうであります。社民と令和は、出せねえかったんだな。人数少ねえからな。懲罰委員会は、議員懲罰は、憲法第58条2項に基づき、正当な理由なく、召集日から7日以内に、来ない、正当な理由なく、会議または委員会を欠席、議長の制止もしくは発言取り消しの命または委員長の制止もしくは発言取り消しの命に従わない、国会法第63条により公表しないって決まってる秘密を暴露。これらが、懲罰対象になります。最後のは面白いですね。守秘義務っていうことなのかな。7日どころか5ヶ月も来てねえんだから理由は十分。つうか、遅すぎませんか？もう7日経過して、8日目になった頃に、もう懲罰委員会ってやりゃよかったんじゃないですか？懲罰委員会は私もかけられましたから知ってますけれども、懲罰って軽い順からですね、公開で議長に怒られる、公開で謝る、1ヶ月議会に来ることを禁止される、議員辞職、これには委員会の賛成と本議会で、3分の2以上の賛成が必要であります。47年ぶりに開かれた私の懲罰委員会ではですね、私絶対謝んねえから、公開謝罪ってことになったら、一個上の1ヶ月間、謹慎ってしてくれ、委員会始まる前に宣言いたしました。まあ、結局はですね、懲罰には該当せずで無罪ってなったんですけれども、私はね、議員辞職には3分の2以上の賛成が必要みたいですけど、同党の浜田参議以外は全員賛成しそうだな、これな。っていうことは、衆院は全会一致か、もし除名になったら、ガーシーが議員辞職ってなったら憲政史上71年ぶり、最後に除名されたのが1951年だって、71年ぶり4人目の快挙です。戦後の混乱期かっつうね。テレビで大々的に報道されんでしょうから、かえって悪名が売れていいんじゃねえの、あいつらみてえな人種はね。アメリカから500発買うトマホークを運用する部隊を新設する方針のそれがあります。高速滑空弾部隊新設へ、九州と北海道に配備を検討。ネットの話です。本当に目まぐるしいな。
台湾有事あるなこれ、台湾どこで済まないんじゃないですか、これ沖縄にも同時に行くんじゃないかな。でないとさ、マジで戦争が近いんだろうな。国民が思うよりずっと戦争が迫ってるんだろう。このまま核ミサイル部隊にしれっと行こう、パヨ五毛が散々煽った結果、北海道と九州の2カ所にトマホーク部隊が設置される方針みたいなんですけど、 NHK ね、配備先となる地域の理解が得られるかが焦点となる見通しです。これはですね、地元に反対運動してほしい、騒いでほしいっていうことですね。NHK は日本と日本人の敵なんですね。ディレクターに芝木隊のメンバーいて、日韓断交でも妨害してたしね。5年後までにトマホークを国産の12式地対艦ミサイルに切り替えるそうであります。なるほどなるほど。いつまでもアメリカの高いやつ買わされてらんねえもんな。ただトマホークは経験豊富で、シリアの軍の飛行場を70発で攻撃して、成功してましたし、使用不可能にしてましたし、実績があるんだよね、トマホークはね。人民軍の台湾、沖縄侵略リスクがですね、5年後以降非常に高いって、なんか情報あったんでしょうかね。5年後に NATO 入ります。目指します。急いで防衛費増やしますって、ヘタレの日本政府が言ってるぐらいですから、沖縄の皆さんはですね、有事勃発ですぐに沖縄西に駆けつけましょう。武装五毛のアジトになってるはずなんで、手早く片付けましょう、ここ。敵の拠点を叩いていきましょう。今は五毛が勤務してますけれども、有事が勃発したら、あいつら武装して日本人にあだなすはずです。拠点となるはずです。手早くそうなる前に片付けましょうね。悪質危険運転で逮捕された共産党埼玉支部、共産党埼玉県七里北支部長、蛭田和義、57歳の近所の評判がすこぶる悪かった。今年に入って窃盗で2度逮捕されたようです。なんで懲役になってねえの。家賃滞納で今年5月に退去することになってたみたいです。なんでレクサス乗ってんの。近隣住民に唐突に金銭を要求したことも、うわぁ、コンビニでこの ATM で2万円入れてくださいと言われたそうです。唐突、1万円5000円でもいいから貸してほしいと声をかけられた人は結構います。コンビニでいきなり2万円よこせって恐喝じゃないの。恐喝。10万円の伐採費用も結局2万円しか払っていないようです。なんか庭の木切り倒した、手間賃だって。これね、隣人ガチャの大外れじゃねえこれ。近所にこんなやついたら迷惑で迷惑でたまんねえよね。こういうバカでも務まる共産党埼玉県七里北支部長って一体どういう役職なんだ。真面目に赤旗配りとかもやってる様子ないしね、こいつ。テレビ新聞はこれを絶対報道しませんけど、元共産党の専従だった。共産党員だ。絶対報道しませんけど、山上容疑者は10年以上前にちょろっと自衛隊にいただけで、元自衛隊員ってしつこくしつこく報道してましたけどね。人民軍のために自衛隊さんのイメージダウンしたかったんでしょうね。まあ今共産党やってるのは元祖で本家で最強だったソ連が1991年に崩壊したのを見ても共産主義ってダメなんじゃって気がつかないですね。知能に問題のあるやつ、もしくはその低知能どもを騙して利用している連中ですね。左翼は甘えに追加で左翼はバカ。ああ、もう追加でいいですね、これ。バカだから甘えてんだが、甘えてるからバカなんだからどっちかは不明ですけれども、まあまあ、評判が最低の支部長、やってました、共産党は、いう話であります。というわけで、日本改革党メール党員さん、大募集であります。よろしくお願いします。動画説明欄、もっと見るをクリックして、そちらから、登録、よろしくお願いします。デトックスジャパン。